皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、ケンでございます。今回ですね、皆さん東京ディズニーランド行きますでしょうか。なんかディズニーランドはね、あの観光地として、有名なんですが、1983年にねできた、このね千葉県の浦安市にねできた、ディズニーランドなんですけど、やっぱり観光地最初はね、普通のね遊園地として紹介したんですけど、もうね30年、40年近く経ったらね、もう観光地ってだけじゃないですね。もう日本を代表するテーマパークになっちゃって、その当時はね、そこまで考えられてなかったらしいですよ。はい。ということで、そんなディズニーランドの CM をどうぞ。4月15日オープン。はい、いかがだったでしょうか。僕もねたまにっていうか、コロナ始まる前はね、毎年行ってました、ディズニーランド。はい、穴場のね、人が少ない期間があって、ハロウィンとクリスマス、ハロウィンのイベント終わって、でそのクリスマスのイベントが始まる前のね、この間の期間で行くと人が誰もいないです。結構ね、ポップコーンもすぐ買えたり、乗り物もね、すぐ乗れたりする。そういうね、そういう日っていうか期間なのかな?があるんですよ。その期間をね、狙っていくと結構いいですよ。しかも平日にね、土平日に行くと誰もいないっていう、ほとんどお客さんいないっていう、結構乗りやすい期間になってます。はい、ということでね、今まだまだコロナ続けますが、よかったらディズニーランド行ってみてはいかがでしょうか?それでは、ケンでした。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローも